ルイ8世は、フランス王国、カペイ朝代8代国王、フィリップ2世の長男、シシオと呼ばれる。フィリップ2世と最初の妻イザベルとエノーとの間に、長子として生まれる。イザベルは、西フランク王家だったカロリング家の血を引いており、カペイ家とカロリング家の両方の血統を受け継ぐルイ8世が誕生することにより、より、フランス王の正当性が高まったと考えられた。 1214年には、フランスの強撃を狙い、ギエンヌから侵攻したイングランド王ジョンを、ポワチエで撃退して、南方の憂いを軽減し、北方におけるブービーヌの戦いの勝利に貢献した。1216年には、ジョン王に不満を持つイングランド諸侯と連携し、イングランドに侵攻する。一時は、ロンドンを占領し、大官目前だったが、ジョン王が休止した後、後を継いだ。 ヘンリー三世がマグナカルタを承認し諸侯と和解したため、イングランドからの撤退を余儀なくされた。1217年にイングランドから戻ると、南仏諸侯の反撃に苦戦するアルビジョア十字軍を支援した。1223年のフィリップ二世の崩御により、即位し、ユダヤ人から借金することを禁じる布告を出したが、大諸行である。 シャンパーニュハクティボー4世はこれに従わず対立した。ルイ8世の崩御を描いた15世紀の絵画。左側にアルビジョア十字軍におけるアビニオン攻略戦。右側にモンパンシエ城にて1226年11月8日に崩御したルイ8世。その右下にルイ9世の即位の様子が描かれている。1224年に、 アルビジョア十字軍の指導者だったアモリド・モンフォールから南仏の支配権を譲り受けると1225年にトゥールーズ・ハクレーモン七世を再び波紋に追い込み1226年に新しい十字軍を率いてラングドックからオーベルニュ、さらには当時神聖ローマ帝国領だったプロバンスの征服に乗り出した。戦い疲れた南仏の諸都市はほとんど抵抗せずに降伏し、 アビニョンで抵抗にあったが、これを3ヶ月で制圧し、南仏への王権新調に成功した。しかし、11月に、パリへのキロオーベルニュ、モンパンシエ城において報じた。神はおそらく戦地で感染した赤リとされるが、オーヒブランシュとシャンパーニュハクティボー4世が結託して、王を毒殺したとの噂が当時流れた。1200年に、 カスティーリアをアルフォンソ8世の娘ブランシュド・カスティーユと結婚し、以下の子女を設けた。ウィキメディアコモンズには、ルイ8世に関するメディアがあります。ありがとうございます。